カットライン。私の名前はリン。隣にいるのは夫のセイジで、大手化粧品メーカースカビ堂で働いています。結婚を機に彼の住む社宅へ引っ越してきたところです。これから半年間ここに住むのね。大丈夫かな。出社時間をずらせば他の社員とは合わないだろうし、大丈夫だよ。そうだといいけど。それより大丈夫？疲れてたら少し休んでから出社したら？突然のことだったから仕方ないよ。それに私は大丈夫だよ。そっか、でも無理はしないでね。そろそろ時間だから先に出るよ。うん、行ってらっしゃい。あれ誰だろう。はい。どうも、今朝引っ越してきた方よね。あ、はい、そうです。どちら様でしょうか。人事部部長、若月の妻のねちこです。相沢くんのお部屋だと思ったんだけど。私、相沢の妻のりんと申します。実は先日結婚したばかりでして。遅い。挨拶が遅いって言ってるの。社宅に入ったのならまずは挨拶に来るのが常識でしょ。あんたの旦那は私の夫の部下なんだから。すみません、今朝はバタバタしていたので。そんなんじゃ社宅でやっていけないわよ。いい？妻の評価は夫の評価につながるの。覚えておきなさい。私そろそろ仕事に行く時間なので。あら、あなた働いてるの？まあ旦那が平社員なら無理もないか。そんなんじゃありません。自分で望んで働いてます。どこにお勤めなの？それは、やばい、急がなきゃ。本当急いでますんで失礼します。あ、ちょっと、まだ話は終わってないわよ。失礼な人なのかしら。私は部長の妻なのよ。あんなのが主人の部下の嫁だなんていい気しないわ。立場の違いってものを分からせてあげる必要がありそうね。どうやら私は引っ越し初日から社宅のボスママねちこさんに目をつけられてしまったらしく。あ、すみません、乗ります。ふん。あー、ちょっと、なんで。バッチリ目合ってたよね。別の日には、ふー、会議が長引いて帰るの遅くなっちゃったな。政治も忙しかったみたいだし、たまにはお惣菜で楽しちゃおう。あら、相沢さんじゃない。こんばんは。あら、まあ、そんなにお惣菜ばかり買って。新婚なのに家事をサボるなんて旦那さんがかわいそう。普段はちゃんと作ってますってば。それにうちは当番制なんです。まあ、旦那に家事をさせるなんてひどい鬼嫁だこと。ちょっと何言ってるかわからない。いつの時代の話ですか。共働きなんだから家事分担は当然だと思いますけど。そうね、お宅の旦那は平社員ですもんね。共働きしなきゃ生活できないなんて不憫だわ。勝手な想像で失礼なこと言わないでください。そろそろお夕飯の準備しなくっちゃ。じゃあ失礼するわね。もうなんなのよあの人。こんな感じでねちこさんに嫌がらせを受ける日々が続き、さすがの私も我慢の限界が来ていました。そんなある日のこと。じゃあ行ってくるよ。行ってらっしゃい。さて、私もそろそろ行かなきゃ。おっと、その前にゴミ出しとかないと。あら、ごきげんよう。おはようございます。あら、今日もお仕事？毎日大変ね。はあ、まあ。旦那の稼ぎが少ないってほんとかわいそう。あのですね、私は自分が働きたくて働いてるんです。旦那の稼ぎとか関係ありませんし、人んちの事情を邪推して勝手なこと言わないでください。まあ、部長の妻のこの私に意見するなんてどういうつもりなの。別にどういうつもりでもないですよ。そもそもプライベートなことで会社の上下関係を持ち出すこと自体ナンセンスなんじゃないですか。ふん、ナンセンスもパンセンスもないわよ。あんたの旦那は私の旦那の部下だから、あんただって私の部下も同然なの。そんなむちゃくちゃな。ほら、失
っぱはこのゴミ捨てときなさい。ちょっと、なんで私がそんなことを。だって私の旦那は部長なのよ。じゃ、よろしく。うわー、もう旦那が部長だからってなんなのよ。大丈夫ですか。私小杉です。うちの夫も若月部長の部下で、ねちこさんにはその。じゃああなたも嫌がらせを受けてるってことですか。はい、外見のことを悪く言われたり、主人の収入をバカにされたり、父の仕事もずっと押し付けられてるんです。そんな、ご主人に相談した方がいいんじゃないですか。そうなんですけど。大ごとにしたら旦那に言って、あんたの旦那を地方に飛ばしてやるわよって言われてるんです。うちの子もうすぐ受験を控えてるので、今もし左遷なんてことになったら。そうなんですね。大ごとにしたくないって気持ちは私も一緒だしな。立場を考えるといろいろややこしくなっちゃう。でもこのままにしておくこともできず、解決の糸口がないか考えていました。ねえ、セージ。何？リンさん。人事部の若月部長っているでしょ？どんな人？寡黙でこわもてで、何を考えてるのかよくわからない感じかな。いつも怒ってるように見えて、怖がってる人も多いよ。若月部長がどうかしたの？政治の上司がどんな人なのか聞いてみただけだよ。翌日。若月部長、こちらご確認お願いします。うむ、よろしくお願いします。やっぱり怖いな。若月部長、ビドー社長がお呼びです。社長室にお願いします。おう。その日の夜。お帰りなさい。おう。今日は何か変わったことありました？新社長と面談したな。あら、創設者の先代から会社を引き継いだ方なんでしょ？ずっとニューヨークで経営の勉強をしてたって聞いたけど、それでどんな話をしたの？普通の会話だよ。社員がどんな人物か知るための雑談と言っていたな。へえ、どんな方でした？別に普通だよ。風呂に入ってくる。あ、はい。何よ、本当につまらない男。まあ稼ぎだけはいいから我慢してやってるけど、やっぱり女は高収入と結婚して悠々自適に専業主婦をするのが一番の勝ち組よね。その点、あのリンって女はハズレを引いたわね。あの旦那、どう見ても出世しそうには見えないもの。平社員の嫁は部長の嫁より下なんだって分からせてやりましょう。ねちこさんがそんなことを考えていると知らない私は、翌朝も元気に出社する旦那を見送りました。今日は朝一で会議があるし、私ももう行かないと。あら、リンさん、グッモーニー。うえー、おはようございます。はい、これ今日の分ね。よろしく。だからなんで私がお宅のゴミを捨てなきゃいけないんですか。まだ逆らう気なの？ご主人が出世できなくなってもいいのかしら。くー、もう我慢できない。言わせてもらいますけど、実は私。あれ、兄さんどうしたの？政治、そっちこそどうしたの？急に雨が降ってきてさ、傘を取りに戻ったんだよ。部長もいるよ。げえ、あなた、違うんです。これはあれなのよ、代わりに捨ててくれるって言うから。それで。じゃあ社長、おはようございます。社長。おはようございます、若月部長。社長、なぜ社宅なんかに？いや、本当は別のところに住む予定だったんですよ。でも入居予定の物件でちょっとトラブルが起きちゃいまして、それでしばらく社宅に住むことにしたんです。できれば皆さんには隠しておきたかったんですが、さすがに無理がありましたね。この女が社長だなんて嘘に決まってるわ。だってそこの平社員の嫁なのよ。え、相沢くんの？実はそうなんです。結婚発表のタイミングを考えていたとこで、報告ができておらず申し訳ありませんでした。私も会社では旧姓を使ってますしね。嘘でしょ。平社員がなんで社長と結婚してるのよ。実は
リンさんは学生時代に家庭教師をしてくれていて、僕の初恋の人なんです。受験が終わってから疎遠になってましたが、偶然会社で再会して初恋も再燃しちゃって、それで僕から猛アタックして結婚してもらったんですよ。社長だってことは結婚するまで気づいてなかったんですけどね。同じ名字なんだなーくらいで。まあ再会した時はまだ社長就任前だったしね。なるほど。なんてことなの。夫の部下の嫁だと思っていたのに、まさか雇用主だったなんて。まずいわ。あのリン様。よかったらそちらのゴミ私が捨てさせていただきますので。いやいや、そもそもオタクのゴミですし、今更すり寄ってきてもダメですよ。あぐー。リンさん。あ、小杉さん。それに皆さんも。大丈夫ですか？何かトラブルでも？ちょうどよかった。小杉さん、今までメチコさんにどんなことをされたのか若槻部長に聞いてもらいましょうよ。待って、違うの、誤解なのよ。そんな懇願を受け入れる義理もなく、小杉さんをはじめ社宅に住むママさんたちは今までの彼女の悪行を発表していきました。お前はそんなことをしていたのか。私が市場で部下の評価を変えるわけないだろう。だいたい自分が上に立っていると思うなら、下の立場の人間を助け導くのが筋だろうか。ごめんなさい。うわぁ、部長って結構熱いタイプなんだね。そうでしょ。私も昨日面談して思ったの。口数は少ないけど、真面目で実直な人なんだって。だから奥さんの裏の顔を知ったらきっとこうなると思ったんだ。なるほどね、さすが兄さん。その後、若槻部長は自分たちがいては迷惑になるからと社宅から引っ越していきました。離婚こそされなかったものの、メチコさんはかなり厳しく叱られたようで、お金の管理も任されなくなり、泣く泣く慣れないパートを始めたんだとか。しかし今まで甘えきっていた分、全く仕事ができないらしく、年下の上司に毎日怒られているそうです。その反面、意地悪ボスママがいなくなったことで社宅の雰囲気はとても良くなりました。住民同士の交流も盛んになり、ママさんたちとはよくお茶をする中に。こうして私たちは平和な新婚生活を送れるようになりました。いやー、それにしても部長がまともな人でよかったね。奥さんの肩を持つタイプだったら事態が悪化してたかも。口下手なだけで、本当は部下とも仲を深めたいと思ってるみたいだよ。あと実は可愛いものが好きで、猫動画を見るのが趣味なんだって。へー、意外。それなら今度猫カフェにでも誘ってみようかな。それいいんじゃない。社内の関係にもいい変化が訪れそうな予感です。最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ぜひ他の動画もチェックしてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。